Villager. ラウンド2ファイト。さあ頑張っていこう。相手の共鳴ゲージが増加したよ。
緊張しないで楽しんでいこう。
Round one. Fight! Round two.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  どっちがサポートで行く？私はいつも勝つ。下に攻撃はブロック攻撃も当てるんだって。 冷静になることも大事だよ。
ね。ラウンド2。ファン。さあ、頑張っていこう。よし、デュエルフェア。超低ゲージ満タン。今ならバーストできるよ。今の攻撃はブロックができないよ。バースト中は思い切って攻めていこう。相手がガードしていたら攻撃を狙ってみよう。バーストアタックのことを忘れないようにね。この体力から
つでも表面バーストできるよ。私はいつも感覚で決めてるけどね。フィールドフェイスではつかみ攻撃でフェーズ変化を起こせるの。私はいつも感覚で、そのポケモンは自分のやりたいことに応えてくれるよ。相手の共鳴ゲージが強かったよ。油断しちゃダメ。接近戦になるよ。かなりリードされちゃったけど、チャンスに来るよ。これ以上ダメージを受けるのはまずいぞ。強い。次は気合を入れて挑まないと。ラウンド2。熱くならず、こういうのこそ焦らず冷静にね。エネルギーが発生しているみたい。あれを取れば共鳴ゲージが増えるよ。サポートゲージが溜まってよ。共鳴ゲージが増えた。今からバーストできるよ。バースト中の夢が最大のチャンス。バーストアタックのことを忘れないようにね。よし、共鳴ゲージが上昇だよ。次の勝負が決まるよ。最後は好きなサポートで行こう。マンガが温度のような楽しいことに出してるよ。フィールドに大きなエネルギーが発生してるよ。サポートって共鳴ゲージのまだ半分か。
ドされちゃったけど、チャンスが来るよ。サポートゲージが溜まったよ。
ドバイスは役に立った？君のパートナーってどのポケモンだっけ？サポートセットを決めるのって悩む。どの応援が、それじゃよろしくね。私はいつも感覚で決めてるけどね。緊張しないで、楽しんでいこう。ラウンド1、掴み攻撃はブロック攻撃にぶつけるんだって。相手は攻撃ゲージを消費してるよ。うわー、どんなに攻めるなら今だね。攻撃ゲージはまだ半分か。よし、サポートを呼べるよ。よし、いいね、この調子で行こう。次のラウンドも楽しんでいこう。さあ、サポートはどうする？ラウンド2、このラウンドももらっちゃおう。共鳴ゲージが上昇したよ。体力まだまだいけるよ。相手がサポートを呼んだよ。共鳴ゲージ解除、今ならバーストできるよ。よし、サポートを呼べるよ。バーストアタックのことを忘れないようにね。始まるよ。
相手ポケモンの弱点は、試合はまだ始まったばかり。無理はしないで慎重にね。透明ゲージはまだ半分か。サポートゲージが止まったよ。透明ゲージ満タン。今ならバーストできるよ。通常攻撃地道にガラス。残力が減ってきてるよ。もうすぐバーストが終わりそう。バーストアタックを忘れないようにね。次も同じサポートでいく。さっきとは違う戦い方をしてくるのかな。あ、エネルギーが発生しているみたい。あれを取れば透明ゲージが増えるよ。フィールドにエネルギーが発生してるよ。ブロック攻撃ってヒバルの気持ちいいよね。見た、透明ゲージが上昇したよ。クリスマスでブロック攻撃で通常攻撃を防いだよ。透明ゲージ満足。バースト中の一発最大のチャンス。よし、サポートを呼べるよ。もうすぐバーストが終わると、バーストアタックを忘れないようにね。透明ゲージはまだ半分か。透明ゲージ満タン。やったね。いいバトルだったよ。私のアドバイスは役に立った？君のパートナーってどのポケモンだっけ？サポートセットを決めるのって悩むよね。どの応援がこっちか？楽しんでやりましょう。強力なバーストアタック。ニューチャレンジャー。バトルマンってワクワクするよね。相手はどんな作戦を今度の相手はどんな戦い方をするのかな。かなりリードされちゃったけど。
次は気合を入れて挑まないとね。ラウンド2ファッさっきの戦い方を変えてみるのもいいかも。エネルギーを取ると共鳴ゲージが溜まるよ。私はいつも感覚で決めてるけどね。Come on.
よし、サポートを止めるよ。この体力だと、どんな
しいけど。バトルするポケモンを選んでね。今回のサポートセットを選んでね。バトルするポケモンを選んでサポートセットを決めるのって悩むの応援がこ、それじゃよろしくね。攻撃は相手を追いかけるものが多いよ。いいね。
Thank you.
緊張しないで、楽しんでいこう。相手はね、どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で決めてる。いつも通りやれば大丈夫。よし、デュエルフェイスに入ったぞ。今の攻撃はどっちで受けられるの？地道にガードしていこう。通常攻撃している間に掴むことはできないのよ。いや、今のコップ忘れてない？もうサブリーの時もあるって。手強い相手だね。次はサポートを変えるのもありだよ。ラウンド2ファッさっきと戦い方を変えてみるのもいいかも。共鳴ゲージ満タン、今ならバーストできるよ。
ってワクワクするよね。相手はどんな相手の苦手な距離を狙ってみよう。透明ゲージはまだ攻めるなら今だよ。相手の透明ゲージが増加したよ。よし、ジュエルフェイスに入ったよ。それ透明ゲージはまだ今ならバーストできるよ。サポートゲージが決まったよ。バットステータスを見せちゃったみたい。次のラウンドも楽しんでいこう。さあ、タップ。さっきと違う戦い方をしてくるのかな。共鳴ゲージが上昇したよ。危ないと思ったらブロック攻撃だよ。どっちのサポートで行く？私はいつも関係さあ、頑張っていこう。通常攻撃している相手は掴むことはできないんだよね。やったー！バッグに勝ったよ。
ポートゲージが溜まったよ。おめでとう、さすがだね。どうだった今回のバトル、満足。